防水上火山弾、アゾレス諸島、ファイアル島のカペリーニオス火山で。火山弾とは、火山の噴火で溶岩の一部が放出される際に、飛散しながら冷却、形成される直径 64mm より大きい、防水場、球場、リボン状、パン飛状などの特徴的形態を持つ火山岩海である。火山弾は、火口から数キロメートル飛散することもある。多くの場合、 火山弾は地面に達する前に冷えて固まるが、牛噴状火山弾などのように着地した時点で、固化していなかったことを示すものもある。しばしば巨大な火山弾も見つかっており、例えば1935年の浅間山噴火では、約5から6メートルのものが、火口から約600メートルも飛散した。火山が日中に噴火した場合、火山弾は登山。 観光客にしばしば深刻な被害を引き起こし、被災。その例として1993年にコロンビアのガレラス山で発生した事例が挙げられるが、この噴火は突然発生したこともあり山頂近くにいた6人が死亡し数名が重傷を負った。気象庁では噴石を防災用語として使用しており、噴火の際に風の影響をあまり受けずに弾道を描いて飛散する。 噴出物を大きな噴石、それより小さく、風に流されて降るものを小さな噴石としている。基本的には、前者が火山岩海、後者が火山歴として使用されており、火山団は主に前者に該当する。日本で採集された様々な火山団。国立科学博物館の展示。火山団は、その形状から名前が付けられている。なお形状は、 火山弾を形成するマグマの流動性に依存している。リボン状火山弾流動性が高いマグマから形成され、不規則な紐や雫として加工から放出される。空中を飛んでいる間に長く引き伸ばされるが、非常に脆いため着弾時に細かく割れて、リボン状となる。断面は円状か平板状で、長さ方向に溝が刻まれ、平たい気泡が生じる。 球状火山弾このタイプの火山弾も流動性の高いマグマから形成される。表面張力が球状を形作るのに重要な役目を負っている。防水状火山弾このタイプの火山弾は球状火山弾と同様に形成される。飛行中の回転によって火山弾はねじられ細長くアーモンド状になる。防水状火山団は縦長の溝で特徴付けられるが、 一方は他方に比べて若干滑らかで平らである。この平らな川は落下時に空気抵抗を受けた川であったことを示している。牛糞状火山段流動性の高いマグマが適当な高さから落下した時に形成される。その結果、平らになるか牛糞のような不規則な円盤状に広がる。パンヒー状火山段火山段の外側が飛行中に先に固まってしまうと、 火山弾の内部がまだ膨張を続けるために外側にひびが発達しパンヒーチー火山弾が形成される。核がある火山弾このタイプの火山弾は先に固まった核を捕獲するようにして形成される。核はより以前の噴火の際の破片からなる。珍しいパターンとしては同じ噴火で生成され先に固まった核をまだ固まらないマグマが取り込んで火山弾となるケースもある。 日本の地質学者は1930年頃以前には火山採雪岩に関して無関心であった。定義は曖昧で、素粒火山採雪岩は一括りにされ火山葛岩や周海岩、周海溶岩、泥溶岩などの用語が用いられた。1940年代に火山学者の久野や沢田りらの数名によって現在の分類のもとになるものが作られた。その後、 研究の進展とともに、この分類をもとにして細分化された。1966年、リチャード・ V ・フィッシャーによる分類が提唱され、1979年、荒牧修雄らは普及を図った。日本の火山学分野では新基準の採用に混乱は生じなかったが、1990年代前半の工学分野や出版分野では1996年時点で、 新旧の混在が指摘された。堆積の仕方による分類。高架火山灰堆積物爆発破片堆積物、火砕流堆積物泥流堆積物級基準、編集火山放出物の分類火山砕石岩の分類、くのひさし火山砕石岩の分類より引用し、改変新基準、編集1979年代、荒牧茂浦による分類火山砕石物火砕岩。 ありがとうございます。